大和テキサスは日本の競争馬。中央競馬で重賞を5勝し、引退後には種ネボとなった。母のローブデコルテは2007年に優秀品馬を制したローブデコルテと同名の別馬である。1995年7月に札幌競馬場で行われた新馬戦でレビューを果たすも4番人気で発着だった。続く新馬戦は 圧倒的一番人気で勝利したエアグルーブに次ぐ2着となる。1996年5月に未勝利戦を制し、デビュー6戦目で初勝利を挙げ、続くロベリア賞も制止に連勝で初の重賞となるラジオンパ賞に挑戦するが7番人気で7着だった。その後は品野川特別に出走し2番人気に支持されるが4着だった。 1997年、この年7戦目となった、松島特別を制し、約1年ぶりの勝利を挙げる。その後900万下クラスのレースを参戦し2着2回、3着1回と、構想するも勝利することはなかった。1998年、この年2戦目となったリバーテムズ賞を制すと、続く、アダタラステークス、日本海ステークスも制し3連勝で、 関谷記念に出走し、一番人気の指示に応え、レコードタイムで重賞初勝利を挙げた。続く、オールカマーでも一番人気に応えて優勝して、重賞に連勝を含む5連勝となり、秋の GI 戦線で期待されたが、脚部不安を発症したため秋の GI 戦線を前に、して、休養に入った。1999年、休み明けとなった。 中山記念でも2着と検討したが、またも、脚部不安を発症。復帰後には、札幌記念4着、オールカマー3着と前線こそするが勝ちきれず、初の GI 挑戦となった、天皇賞では、本馬場,場入場時に、西雲スカイに体をぶつけられるアクシデントに見舞われ9着に、惨敗、続く、マイルチャンピオンシップでもレース中に脚部に代償を追い10着と、大敗した。 中山記念2000年、この年3戦目となった中山記念を5番人気で制し重賞3勝目を挙げる。その後4戦はエプソムカップで12番人気で2着に入るなどした。そして迎えた関谷記念をトップハンデの 59kg で制して重賞4勝目を挙げ、続く新潟記念も前走同様トップハンデの 59kg を背負って1番人気に。 答えて、重勝5勝目を挙げた。その後は、重勝連勝の勢いのまま秋子馬三冠レースに出走し、得意とする中山競馬場で行われた、有馬記念では、13番人気ながらも3着となった。引退式2001年、2番人気となった、金シャツ賞での2着、毎日王冠で10番人気ながら3着、秋の天皇賞では5着と掲示板に乗るなどはしたが、 勝ち星を上げることはできず、11着に敗れた有馬記念を最後に引退することになった。翌2002年1月6日に東京競馬場で引退式が行われ、距京での起乗を担当した牧原幸子が起乗し、ラストランを披露した。2002年春からアロースタッドで種ボバとなり、2003年ファーストクロップとなる産区が誕生した。 サンクは2005年にデビューを果たしたものの、中央競馬では三勝を上げたダイワグラムが出た程度で、サンク成績はかんばしくなく、2007年主母馬生活を引退し、8月3日にイカップホロシリジョー乗馬クラブに移動して用途変更となった。2015年10月からは包み牧場で灯籠馬として余生を過ごしていたが、2021年11月28日に、 死亡した。代表産区以下の内容は、netkeiba.com に基づく。メス系は、ビューティフルドリーマー系。三代母、ミスオハヤブサの孫に、日報帝王タレンティドガール兄弟がいる。ありがとうございます。